中国で事業展開するのはどれくらい難しいのでしょう認可が必要ですよね今日は中国以外の全域でサービスを開始できてとても嬉しいですもちろんやがては中国に進出して消費者にネットフリックスを見てもらいたいですね中国進出には何をする必要がありますかいいお手本になるのはディズニーとアップルの2社です中国事業をとても辛抱強く築いており関係づくりを優先してビジネスは2の次にしています これら2社がお手本です当社も急がずに提携先や政府関係者消費者を知るように努め時間をかけています一方で世界の他の地域はフィリピンは当社の市場としてぴったりですし韓国もいいシンガポールインドロシアポーランドトルコとやることは山積みです HDR ハイダイナミックレンジの話に移りますが今年は対応を始めますねアマゾンは数ヶ月前に対応を開始しましたが待ったのはなぜです 当社は業界全体と密に協力しています a m a z o ネットフリックス HuluYouTubeBBC とすべてがこれに貢献する必要があるのですこの新しいフォーマットによってネットコンテンツの視聴者が増えるのでお互いが必要なんです新しいテレビを購入する時迷う人が大勢います 4K か HDR か両方にしようかと高解像度と HDR つまり高輝度の違いは何ですか 今年2016年や来年に登場する新型テレビはほぼ両方を備えているので選ぶ必要はありません 4K は画素が多く HDR は一つ一つの画素を明るい色にします視聴にはどっちが大事ですか解像度ですか色の深みですか ?HDR 映像を見たら非常に感銘を受けると思います でも 4K テレビが HDR 対応になるので基本的に 4K はタダでついてくるため選ぶ必要はありません。でも素晴らしい動察ですね。視覚的にすごいと感じるのは HDR の方でしょう。360度撮影で番組を制作する人が出始めています。一方向だけを見ているわけではないのでこれまでとはとても違った視聴体験になりますよね。バーチャルリアリティ動画や360度撮影を試したいと思いますか例えばオリジナル番組を360度撮影で依頼するとか。 そうなるとバーチャルリアリティのプラットフォームでしか見られませんだから当社はバーチャルリアリティよりも新しい大規模市場やスマートテレビ HDR に照準を絞り見応えある映画やテレビ番組に焦点を当てていますこれからネットフリックスが市場に進出する上で主な課題は何ですか規制接続性ブロードバンドの速度ですかより多くの番組を制作することにつきます 今は世界中で番組が制作されており、ハリウッド以外にも大きく広がっています。韓国では新作映画を、イギリスではザ・クラウンを作っていますし、イタリアには犯罪スリラー、フランスにはマルセイユがあります。つまり、素晴らしい番組で人々をつなぐことですね。ストリーミング配信のイノベーションは終わったと思いますかもう完璧でしょうかそれともサービスに関する技術やイノベーションでまだやるべきことがありますか やるべきことはたくさんあります。クリックして少しバッファリングするのをあれはいただけません。なくすべきですね。自分に合わないおすすめ作品が出てくることもあります。それは直さないと。仕事は山ほどあります。ネットフリックスの技術向上のため、現在年間10億ドル費やしています。